エンドライト。下の位置目盛りは1ミリメートル。デンドライト、惜しい種とは複数に枝分かれした樹脂状の結晶。樹脂状結晶一般を指す用語で、特定の成分の結晶を指さない。この形で成長する結晶は多く、冬の窓につく、霜の切片も、この一種。自然現象でできるフラクタルである。デンドライトの語源はギリシア語で木を意味するデンドロン。 電解液に生じた銀のデンドライト。銀は立方小系なので、デンドランとの枝は幹に対して垂直に伸びる。一般に結晶というものは、結晶面の血管部分に優先して、原子を取り込みやすいので、ゆっくりと成長した場合には、結晶面に凹凸がない単純な構造となる。それに対してデンドライトは、過冷却状態あるいは過飽和状態の液体から、 固体が積出した場合に生じやすい。種結晶の周りに加齢脚または過方和の液体がある場合、結晶表面への原子の吸着が急激に進む。液中の原子は、とにかく早く固体になりたがっているので、主結晶の欠陥部分を埋めるだけでなく、多少居心地が悪くても、結晶表面のどこにでもつく。すると、確率的に表面の突部分につきやすくなる。 そのため、表面の凸部分がどんどん成長してまっすぐ伸び、その先端はちょっとしたきっかけで枝分かれしていくので、結果としてデンドライトのような一定の規則性を持った構造になる。加冷却あるいは過剰和の度合いが大きいほど急激な結晶化が起こるので、枝の間隔が狭いデンドライトができやすい。デンドライトの構造は結晶の基本構造で決まる。 立方小系山坂田明良系の結晶では、元の枝の90度方向に枝分かれする。六方細密重点構造では、雪のように元の枝の30度方向に枝分かれする。NASA が微小重力空間で観察したデンドライトの生成 NASA は、スペースシャトルを使っての微小重力実験の一環として、結晶の成長を観察している。微小重力の状態では、対流が起こらないため、 結晶が成長しやすく、結晶ができやすい。微小重力空間では、デンドライト状結晶が、金属やその合金の安定状態の一つである。例えば、横浜国立大学などからなる研究チームは、鉄とサマリウムの混合溶融物を微小、重力空間で冷却すると、熱対流による、均質化が起こりがたいために、SMF2 という珍しい比率の合金が生成し、 平面上デンドライトに成長することを発見している。デンドライトの生成機構は複雑であるが、フェーズフィールド法を使ったコンピュータシミュレーションで比較的現実に近い形状を再現することができるようになっている。鈴、鉛毛黄金のウィスカー電子顕微鏡を写真。鈴や亜鉛などの金属は一方向に伸びた繊維状の単結晶を生成するので、それが 金属部品から生えたヒゲのように見えることがある。これはウィスカーと呼ばれる。デンドライトとは形状の違いで区別される。その理由はデンドライトが先端部で結晶成長するのに対し、ウィスカーは根本で結晶成長を忍びていく。このため、ウィスカーは途中で折れ曲がることはあっても枝分かれすることはほとんどない。マンガンは酸化物。 水酸化物ともにデンドライトを生成しやすい。その他、デンドライトを生成しやすい鉱石に次のものがある。モスアゲート。立体的なデンドライトが含まれている。石灰岩などのひび割れに、マンガンや鉄などのイオンを含んだ液が流れ込み、結晶化すると、デンドライトが生じやすい。石英や、モスアゲートには、立体的なデンドライトが生成する。 水もデンドライトを作りやすい物質である。また、スクシのニトリルもデンドライトを作りやすいのでよく研究されている。電池には金属イオンの液が使われており、その中で化学反応も起こっているので、デンドライトを生じやすい。析出する金属の量が少しでも、デンドライトになると長く伸びやすいので、容器などの表面を伝って生成し、電気配線をショートさせることがある。 デンドライト状に見える筆石の化石古生物学の研究において、デンドライトはよく化石と間違われる偽化石の一種である。逆にかつては筆石のような古生物が偽化石と間違われることもあった。ありがとうございます。